七エジプト紀五章ファラオとの交渉その後モーセとアロンはファラオのもとを訪れて行ったイスラエルの神主はこう言われる私の民を去らせ私のために荒れので祭りを行わせなさいファラオは答えた主とは何者か私がその声に聞き従い イスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らないし、イスラエルを去らせはしない。二人は言った。ヘブライ人の神が私たちに現れました。どうか私たちに三日の道のりをかけて荒れのを行かせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。そうしなければ、主は疫病や剣で私たちを襲うでしょう。 エジプトの王は二人に言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民をその仕事から引き離そうとするのか。自分たちの労働に戻れ。また、ファラオは言った。今やこの地の民は増えているのに、お前たちは彼らの労働を休ませようとするのか。ファラオはその日、民を追いつかう者と、下役の者たちに命じた。 今までのように、レンガのための藁をあの民に与えてはならない。自分たちで藁を集めに行かせよ。だが、これまでお前たちが課して、彼らに作らせていたレンガの量は減らしてはならない。彼らは怠け者なのだ。だから、自分たちの神に生贄を捧げに行きたいなどと叫ぶのだ。あの者たちの仕事を増やすべきだ。そうすれば、彼らはそれにかかりきりになり、 偽りの言葉に目を向けなくなるだろう。民を追いかう者と下役の者たちは出て行って言った。ファラオはこう言われる。私はお前たちに藁は与えない。自分たちでどこにでも行って藁を見つけて取って来い。ただし、お前たちの仕事の量を減らしてはならない。民はエジプト全土に散って藁の刈り株を集めた。 追いつかう者たちは彼らをせき立てていった。わらが会った時と同じように一日分の仕事をその日のうちに仕上げよ。ファラオの追いつかう者たちから任命されたイスラエルの下役の者たちは、なぜお前たちは決められた量のレンガをこれまでのようにその日のうちに仕上げることができないのか、と言われ打ち叩かれた。 そこで彼らはファラオのところに行って訴えた。なぜあなたはしもべどもにこのようになさるのですかしもべどもにわらは与えられないのに、それでもレンガを作れと言われ打たれています。あなたの民は罪を犯しています。しかしファラオは言った。この怠け者が、お前たちは怠け者なのだ。 だから主に生贄を捧げに行きたいなどというのだ。さあ、すぐに行って働け。藁は与えない。しかし、定められた量のレンガは必ず納めよ。イスラエルの下役の者たちは、毎日納めるレンガの量を減らしてはならないと言われて、悪い事態になったことを知った。彼らがファラオの元から出てくると、 迎えに来ているモーセとアロンに会った。彼らは二人に言った。主があなた方をご覧になって裁かれますように、あなた方はファラオやその家臣に私たちの立場を悪くするよう仕向け、私たちを殺す剣を彼らの手に渡してしまったのです。モーセは主のもとに帰って言った。我が主よ、なぜあなたは、 この民を苦しめられるのですかなぜ私をこうして使わされたのですか私がファラオのもとに行って、あなたの名によって語って以来、ファラオはこの民を苦しめています。それなのに、あなたはご自分の民を救い出そうとされません。